ほら見て、枝が、枝だかなんだかいっぱいなんだかいっぱいくっついてるし。お土産、うん、汚ねえし、もうシートは真っ白だし、もう、うわ、このカバーも。おー、着いたー、やっと着いた。あ、いらっしゃらない、いらっしゃらないですね。いらっしゃらなかった。いいですか？あれ、ニュートルだ。よし。さあ、下り。下りです。下りがね、気をつけないと怖い。怖いんで。下りは気をつけて。下りはというか、下りも、下りこそ。あの建物のとこまで降りますから、今はい、対面50メートル、注意、そうか、ここはね、上がってくるのとこれ対面なんだね。だからここは上前からも来ると上がってくるのがね。ここ上がったんだ俺ら。よいしょ、うん、上がったな、ここ。そういえばさっき上がった。そうだ、でこれ左から来たんですね。左から上がってきて、でこれを帰りはまっすぐ降りると。どうなんですかね、これ。今日はね、みんなタイヤの空気圧全くいじってないんですけど、このヌタヌタの状態、土はさ、危ねえ、土はさ、危ねえ、今無理だよ、みんなに迷惑かけるからこけるとね。土の場合は空気圧とかも関係ないんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうね、違うのかな、やっぱり抜けば。どうなんだろう、こういうね、まあ、ちょっとがれてるところはさ、それは空気圧抜いた方がいいと思うけど。左は行かないよ、左は嫌だよ。あ、左じゃない、右か。よいしょ、ここちょっと、ね、気をつけた方がいいですよ、こういうところ。これちょっとね、岩があってなおかつヌメヌメしてるっていうところはね、ハンドルは取られるわ。この溝に入りたくない。手に力入るな。うわ、横向いちゃってるよ。うわ、まだ試練だな、ここは。お、気をつけて。ここ足んねえよ。これ絶対ダメ。マジか。うん、泥沼。行きたくねえな、そこ。あと今怖いことないな。いや、ここ入るしかないか。ゆっくり行くしかねえな。うわ、本当だ。ゼロのあれ、二輪二足。二輪二足なんだけどさ、フットブレーキ離せないしね。うわ、うわ、これはやばい、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 やばい。やばい。でしょ？
やばい、やばい、入った。入った、溝に入った。あ、溝に入った方がいいかもしんない。いや、そうなんだよ。うん。なんだけど、この石なんですよ。この石が俺の、あっちかな。あーって言った。いや、これ、あのね、両足ついた方がいいよ。俺今両足ついちゃってるもん。フロントブレーキだけで。ただ、足つくっつってもな。うわ、ここはひでえわ。いや、そういう問題じゃねえ。そういう、そうね、泥になりたくないとか。そんな、体がね。体がね。うん。いや、やべえやべえやべえ。ああ、これで終わりか。ああ、降りてきた。最後の試練だな、これ。これ乾いてるさ。うん。なんでもないのに。これなんで濡れてんの？沢かなんかあんのかな？山の水じゃない。ねえ。うん。いやで、こっち帰ってくんだ。あ、なんだこの道。なるほど、あ、これがあれの道か。うん。行き止まりの道だ。うん。あ、帰ってきたけど。あ、危ない危ない。そりゃそうだよ。そりゃ、どう言うとかねえと。最後にこけたら。はい、じゃあ行きまーす。はい、蕎麦屋さん行きまーす。うわ、すげえな、泥が。泥がすげえ。フェンダーレスなもんで。うん、乾燥したね、全部。素晴らしい。いやー、なんて気持ちいいんだ道路って。なるよね。いやー、本当にさ、お釣り出んの？あ、お釣りは出ないんだよ。出ない。どこ押すんだっけ？え、スタートボタン。え、違う違う違う、ちょっと。そうそうそう。そうそうそう。うわー、ありがてー。どうだ？あ、開けた。シール？うん。あー、だから気をつけないと、そこ。開けた。で気をつけねえと。あ、自販機あるよ。ああ、こっち近くへ持ってきて、バイクを。タイヤだってこっちから曲がらんの。小田さん OK かな。
った。シールが取れた。よし、こんなもんだろう。トイレ行きたい。じゃあ入りましょう。はいはい、お疲れさんでした。怪我なく帰ってきたからいいよ。いつもなんか最後はここのシーンになっちゃったな。はい、はいはい、どうもお疲れさんでした。俺はじゃあ右行きます。はい、どうもです。これうわ来ちゃったな。行かせてもらうか。はい、というわけで、はい、無事に、無事ですね、5人とも無事に、ニコニコオフロードコース行ってきました。非常に楽しんでまいりましたが、まあね、仲良くってわけじゃないですけど、5人全員、こけるっていうね、まあまあ予想通りの展開で、自分はまあちょっと、オールド師匠が一番多かったかな。4回ずつぐらいこけたんだけど、こけたっていうか、あのね、自分の場合はね、まあ、動画撮れてると思うんですけど、最後4回目がね、本当にちょっとこう急坂を登るんで、勢いつけてね、あのローでガーッと引っ張っていったんですけど、まあ、あの斜面がきつかったのと、まあ、アクセル勢いつけなきゃっていうんで開けすぎて、もうちょっと枕切りになって、まあ、こけたっていうの。それを1回だけで、最初のうちの3回はね、結局ぬめぬめでハンドル取られて、もう超低速で、ああやばいと思った時にもう踏ん張りが効かないで、もう単純に立ちこけみたいなね、ことでした。なので、まあ、どこも怪我もなく、バイクも、まあ、多少のブレーキペダルとアクセルペダル多少なんか引っ込んだかなっていう気がするんですけど、まあその程度、あとは別に、あとこれね、ジータのこのハンドガードがどっちだっけ、割れちゃった。これね、プラ、これが割れちゃったぐらいですかね。まあそんな感じで、まあ無傷で、まあまだね、家ついてないんですけど、無事に帰れたということで、まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆様、またさようなら、バイバーイ。